ザナスティ・ボーイズは1990年代を中心に活躍したプロレスのタッグチームである。アメリカ合衆国ペンシルベニア州出身のプロレスラー、ブライアン・ノップスとジェディ・サックスによって結成された。スプレーでエアロゾールされたスリーブレス T シャツとロングコート、サングラス、モヒカン状のマレットをトレードマークにストリートギャング系のヒールとして WWF や WCW で 世界タク王座を獲得した。ギミック上の設定そのままに、私生活でも喧嘩っ早いことで知られている。左が、ブライアン・ノップス、右が、ジェリー・サックスともに、ペンシルベニア州、アレンタウン出身の東欧ユダヤ系アメリカ人で、幼馴染みの間柄だった。プロ入りは、ノップスの方が早く、サックスのデビューに伴い1986年に、バーンガニアのアワでチームを結成する。 翌1987年には、テネシー地区のクアで、バッドカンパニーから、アワ南部タクオーザをダッシュ。1988年末からは、フロリダ地区の FCW に進出、ジョニーエースザ・ターミネーター、ボビー・ジャガーズブラックバートなどのチームを相手に、FCW タクオーザを再三獲得した。1989年11月、 全日本プロレスの世界最強タッグ決定リーグ戦に、初来日。キャリア不足のため最下位の戦績に終わったものの、大物チームを向こうに回し、荒削りながら息きのいいラフファイトを披露して検討した。1990年、WCW でのスタイナーブラザーズとの構想を、経て、同年末に、WWF と契約。ジミーハートをマネージャーに、悪党人気を高め、 1991年3月24日のレッスルマニア7でハートファウンデーションから WWF 世界タック王座をダッシュする。同年8月26日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにて行われたサマースラム1991でリージョン・オブ・ドゥームに敗れ王座を失うが、その後もヒールの主力チームとして活躍。ロードやザ・ロッカーズ。 ナチュラルディザスターズらを相手にバイオレンスファイトを繰り広げた。その一方、どことなくコミカルで陽気なキャラクターが子供たちに支持され、1992年にジミー・ハートとの仲間割れアングルが組まれベビーフェイスに転校。以降はテッド・デビアスと IRS のマネー・インコーポレーテッドと構想を展開した。1993年。 WWF を離脱して WCW と再契約。女性マネージャーのミッシー・ハイアットを迎えてヒールに戻り、同年9月19日にフォー・ホースメンのアーン・アンダーソンポール・ローマから WCW 世界タッグ王座を奪取する。以降、同年10月24日に,にコールド・スコーピー・マーガス・バグワル、1995年5月21日に、 ハーレムヒートを破り、通算3回にわたって、同王座のチャンピオンチームとなった。1995年には再び、フェイスターンし、ハーレムヒート及びブルー、ブラッツとの三つどもいのタッグ構想も行われている。この間、1993年8月に当時、WCW と提携していた新日本プロレスに来日。同年12月の再来日では、 ジュラシック・パワーズが保持していた IWGP タック王座に挑戦している。その後も新日本には1995年末まで経営5回参戦した。1996年の王登場後はジアウトサイダーズとリング内外で抗争し、ホールのイス攻撃でサックスが首を負傷して引退。1997年にチームを解散し、ノップスはシングルプレイヤーに転向した。 ハルカマニアツアーでのナスティ・ボーイズ・ WCW 崩壊後の2001年共通の親友であるハルク・ホーガンやジミー・ハートも関わっていたフロリダ州タンパの XWF の旗揚げに参加し短期間ながらチームを再結成している2007年11月20日にはジョニー・エースの仲介により在住地のタンパで行われたスマックダウンのダークマッチに出場デーブ・テイラー ドリュー・マッキンタイヤの英国指定コンビと対戦し、14年半ぶりの WWE 登場を果たした。しかし、新人のマッキンタイヤに過度な攻撃を仕掛けるなどの諸問題を起こし、継続的な再契約には至らなかった。2009年11月、ハルク・ホーガンがオーストラリアでプロモートしたハルコ・マイニアツアーに参戦。2010年1月からは、ホーガンのティネ参戦に伴い、 彼らもティネに登場。チーム 3D との構想アングルが展開されるも3月末に契約を解除された。ノップスのパワースラムサックスのダイビングエルボードロップ。彼らは出身地のアレンタウンをナスティービルと呼称していた。相棒の脇の下に相手の顔を押し付け、強烈な脇がの匂いでダメージを与える。WWF でのベビーフェイス転校時より使用。 相手に対する交互のパンチ攻撃。実況中に、コメンテーターのダスティローデスが名付けた。コンチネンタルレスリング、アソシエーションフロリダチャンピオンシップレスリングワールド、レスリングフェデレーションワールドチャンピオンシップレスリング、エキサイトメントレスリングフェデレーション。ありがとうございます。